タイガービールはシンガポールを中心に東南アジアで飲まれているビール。タイガービールアジアパシフィックブリュワリーズ社が製造を販売しているアジアパシフィックブリュワリーズ社はオランダのハイネケン社とシンガポールのフレーザーニーブ社の合弁会社である。タイガービールは1932年より製造販売が開始された。ビールを製造するアジアパシフィックブリュワリーズはシンガポールを筆頭に マレーシア、タイ、ベトナム、カンボジア、中国、ニュージーランド、パプアニューギニア、インド、スリランカとアジア全域に醸造所を構えているため、アジア太平洋沿岸地域がタイガービールの販売拠点となっている。アメリカ合衆国でも発売されており、ニューヨークやマイアミ、サンフランシスコ、ボストンなどの都市で高い知名度を誇る。また、イギリスにおいても、 8000を超えるバーやクラブで飲むことが可能で、ロンドンやマンチェスター、リーズ、ニューキャッスル、インバネスなど主要都市に販売店が置かれている。2006年3月、アメリカの大手ビール製造会社であるアンハイザー、ブッシュ社とアジアパシフィックブジュアリーズが業務提携を結んだ。そのため、アンハイザー社が持つ600近くある独立卸売業者のネットワークによって、 アメリカ合衆国内におけるより多くの販売を行うことができる機会を得た。同年10月にはデトロイトでメジャーリーグベースボールチームのデトロイトタイガースがワールドシリーズに出場し、タイガースという名前の効果もあってタイガービールがかなりの数の売り上げを記録した。1930年代よりタイガービールには タイムフォーアタイガーという広告スローガンが掲げられていたが、現在スローガンはタイムフォータイガーへとやや変更されている。作家のアンソニー・バージェスの諸上作であるタイムフォーアタイガーはこのスローガンにちなんだものであり、バージェスが勤務していたマレーシアでは1950年代にタイガービールが一般的となった。ベトナムではタイガービールが定期的に 音楽イベントを開催しています。最初のイベントは2007年に tigermusic.com VN で開催されました。イベントは毎年開催されます。ありがとうございます。